皆さんこんにちは、ぽっちゃむです。今日はこっちです。文化祭といえばダンス。ダンス大会とかどう？よその学校の女の子とか来るんだろ？うちは一応進学校らしいからね。将来有望なエリートを目当てに結構女の子も来るよ。そうか、なんか悔しいけどいいな。渋谷も来る？あ、ダンス苦手なんだっけ？いやまあ苦手は苦手なんだけど、天下一舞踏会があったから一応ちょっとは特訓したよ。こなただな。ああ、天下一舞踏会ね。踊りながら他の出場者を倒していって、最終的には競技会場が血の海に。違うよ、そんな血生臭いイベントじゃなかったよ。あれ、踊りながら戦うのは割と一般的だった気が。カポエラかよ。あっちでカポエラなんか見たことないよ。じゃあどんな感じなの？どんなって、まあ普通といえば普通だけど。陛下、いよいよ近づいてまいりましたわ。4年に一度のあの祭典が。え？4年に一度の祭典？オリンピック？ワールドカップ？なんだそのオリとかワーとか。男か女か。4年に一度会いに来るのか。外国航路の船員だってもっと頻繁に帰るよ。違うよ、オリンピックってのは。まあまあいいや。なんか祭りでもあるの？天下一舞踏会ですよ、陛下。天下一舞踏会？あ、知ってるぞそれ。さすが陛下、我が国の行事に関心をお持ちくださっていたのですね。あれだろ、格闘家同士が戦って最強の闘士を決めるんだろ。同時にダウンした場合は先に起き上がって優勝したって言った方が勝ちっていう。違いますよ、舞踏ではなく舞踏です。踊る方ですよ。なんだダンス大会のこと。チェ、つまんない。陛下は舞踏会はお嫌い？私大好きよ。綺麗で華やかで、考えただけで胸が躍るわ。ああ、その日が待ち遠しいこと。いや俺踊りはちょっと。あれ、ちょっと待てよ、天下一ってことは競技会みたいな感じ？優劣を決めるの？優勝とか準優勝とかあるの？もちろんです陛下。新魔国の貴族は皆その日のために舞踏の技能を磨いています。わあ、すっごい上流社会な雰囲気、いわゆる社交界。俺庶民だからそういうのダメだ。何を言っている、お前は庶民ではなくこの国の王だ。お前が皆の手本にならなくてどうする。手本ってなんか悪い予感がするんですけど、もしかして俺も出るとか。当然です陛下。王といえば貴族中の貴族、社交界の花形です。陛下がお出にならなくて何の天下一舞踏会でしょうか。うわぁ、やだ、俺ダンスは苦手なんだよ、困るよ。大丈夫ですわ陛下、まだ日にちはありますもの。今から練習すればきっと。陛下は運動神経もおよろしいですし、すぐに上達なさいますわよ。セリ様が教えてくれるの？あら、残念ですけどそれはダメ。私審査員ですもの。公正な審査のため選手と接触してはいけないのよ。母上は連続優勝記録を持ち、現在は殿堂入りしている伝説の踊り手だ。名部会の名誉会長なんですよ。名部会？迷宮会みたいなもんか。とにかく王の欠場はありえない。観念して今から練習しておくんだな。貴族はみんな出るってことは
グエンも出るの？まあ不本意ながらな。グエンダルはこれでも舞踏会に出ると引く手あまたなのですよ。モテますからね、グエンは。余計なことを言うなお前たち。私のことはどうでもいいだろう。とにかく魔王陛下は当日恥をかかぬようしっかり練習しておけ。わかったな。俺出ること決定なの？どうしても？諦めてください、ユーリ。国民は皆魔王のアデ姿を期待していますよ。いや、アデ姿って。楽しみにしておりますわ、陛下。では後ほど。婚約者の僕に恥をかかせるような真似だけはするなよ。え、何言っちゃうの？俺何も詳しいこと聞いてないんですけど。大丈夫ですよ、陛下。何も難しいことはありませんので。真面目に練習すればいいだけの話だ。では頑張ってくださいね、陛下。一人では練習できるのじゃない？うそ、みんな行っちゃったよ。どうすりゃいいんだよ、舞踏会なんて。いきなり言われても困るよ。ただ踊ればいいってもんでもないんだろ、競技会なんだから。みんなにはおなじみの行事かもしれないけど、俺には初めての行事なんだぞ。しょうがない、詳しい話を聞きに行くか。おや、どうしました陛下。一番に来たけど。陛下って言うなよ。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。はい、何でしょう。舞踏会ってことはパートナーがいないと踊れないよね。パートナーはどうやって決めるの？今から誰かに申し込んでおかないとダメ？いえ、当日決めるんですよ。明かりを消した闇の中で動き回って、合図で手近な人の手を取るんです。なんやそれ。その時の相手がダンスのパートナーになります。え、何？ってことは知らない人と踊らなくちゃいけないってこと？そうとも限りませんが、合図の始まる頃に目当ての人の近くにいるようにすれば。まあ不幸な事故はよくありますが、暗闇ですし皆仮装していますからね。そうなんだ。ってことは、ちょっと待てよ、知らない人どころか男か女かもわからないってこと？まあ男同士女同士でペアになることもよくありますね。何その闇鍋、おっさんの手を取ったら最悪じゃん。でも軍人とペアを組んだ方が有利なこともありますよ。え、何それ、どういうこと？それはまだ内緒です。なんだよコンラドの意地悪、教えろよ。まあまあ当日のお楽しみにしておいてください。ちっ、もういいよ。どうしたユーリ、何か用か？ちょっと天下一舞踏会のことで聞きたいんだけどさ。なんだ？僕ならもう十数回も出場しているからな、何でも聞いていいぞ。優勝ってさ、どうやって決めるの？やっぱりダンスが上手いかどうか。それもあるが、まずは決戦会場の舞台に上がらなければ話にならないな。舞台に上がった一組、つまり二人で優劣を競う。母上の審査はその段階まで行われない。舞台に上がる一組って誰が決めるの？セリ様じゃないんだ。当日場内に金の出場札が隠してあるんだ。それを見つけた一組が一段高く作られた舞台へ上がることができる。お立ち台か。僕は舞踏の技能には自信はあるが、なかなか出場札が見つけられないんだ。今年こそは必ず見つける。そしてお前と共に決戦の舞台に上がるぞ。頑張ろうな、ユーリ。ってことは何？俺ら男同士で出場決定？いや、まだ決まってないよ。うん。何をブツブツ言っている？いや、なんでもない、なんでもない。いろいろ教えてくれてありがとう。それじゃあ。
ちょっといい？グエン。なんだ、こんなところに来ている暇があったら少しでも練習したらどうだ？そんなこと言わないでさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なんだ？練習ってどうすればいいの？ただステップを覚えればいいのかな？それは基本だが、まずは体力作りだ。体力？ねえ、それって本当に普通の舞踏会なの？お前の言う普通というのがよくわからないが。いや、まあそうだよね。地球の舞踏会は着飾った人たちが音楽に合わせて踊って、仮面はつけたりつけなかったり。なら大体同じだ。武器はどんなものを使う？武器？武器は使わないよ、踊るだけだよ。なんだその軟弱な大会は。グエンに舞踏会って似合わないと思ってたけど、そうでもないんだな。武人の腕の見せ所だ。なんとなくわかったよ。どうもありがとう。おや陛下、わざわざこのギュンターのもとにお越しくださるとは感激でございます。ささ、お座りください。ただいまソチャを。ああ、いいよいいよ。ちょっと聞きたいことがあって。はあ、何でしょうか。天下一舞踏会ってそもそもどういうイベントなの？はい、我が国の伝統ある催しです。仮面をつけて踊るなかなか華やかな催しですよ。仮面舞踏会なんだ。陛下のお衣装も仮面もこのギュンターが心を込めて最高のものを選ばせていただきます。陛下の漆黒の髪に似合う蝶をかたどった金の仮面などはいかがでしょうか。パピオンかよ。いや、もうちょっと地味なのにしてよ。さようでございますか。きっとお似合いになるのに。どういった人たちが出るの？誰でも出場は可能なのですが、衣装などを用意しなければなりませんので、やはり貴族の子弟が中心です。特に我が国の成人を迎えた貴族は皆出場義務がございますので、貴族と名のつく立場の者はほぼ必ず出場します。若い貴族はこれに出場してようやく一人前と認められるわけです。通過儀礼？バジージャンプ？優勝すれば最高の栄誉となりますから、皆死に物狂いですよ。大変活気のある催しです。いや、死に物狂いってなんか先立ってね。それ陛下も頑張ってくださいね。いや、なんだかな、不安が増すばかりだよ。どうもありがとう。また何かあったら聞きに来るよ。はい、お待ちしております。こんにちは。あら陛下、どうしました？わざわざ私たちの部屋へお越しくださるなんて。あのさ、天下一舞踏会のことで聞きたいことがあって。天下一舞踏会ですか？もうすぐですね。楽しみです。私たちはお仕事で出られませんけど、見ているだけで楽しいです。表彰式がまた素敵で。表彰式？ええ、天下一舞踏会の優勝者にはミス新魔国から熱い口づけが贈られるんですよ。ミス新魔国？そんなのがいるの？初めて聞いたよ。見事に素敵なお方です。どなたが選ばれているのか当日までわからないんですよ。優勝の表彰式で初めて顔をお見せになるんです。ミス新魔国は毎回その会場で一番美しい人だと言われております。まあ一番美しいのは総国の陛下なんですけれど、出場者はミス新魔国に選ばれる人からは除外されますので。出場者って貴族とか？じゃあミス新魔国には貴族じゃない人が選ばれるってこと？いいえ、多くは名部会の方です。ごく稀に成人前の貴族が選ばれることもありますけど。ああ、名部会ね。なるほど。まあここ数回は続けて女王陛下なんですけど。
じゃあ結局テリ様の熱い口づけってことじゃ。そうとも限りません。ミス新魔国がどなたかは当日のお楽しみになさってください。そう、そうだね。楽しみにしてるよ。どうもありがとう。それじゃ。はい、頑張ってくださいね、陛下。もう一回この後のとこ行く。まだ何かありますか、陛下。いや、普通に会いに来た。あんたも出るんだよね。ええ、出場資格は問われませんが、貴族には義務がありますので。そういえば、前回までは魔王の息子で王族でしたから出ましたが、今回は出なくても構わないのかな。あ、そっかそっか。そんなこと言うなよ。十貴族じゃないかもしれないけど、一応貴族だろ。そうですね。あなたが心細くないように俺も出ますから安心してください。別に心細くなんか。やっぱり不安かも。ペアにならなくても一緒の会場にいると思うと心強いよ。よろしくな。はい、ええか。まだ何か。いや、ここはもういいや。ありがとう。ごめんみんな。どういたしまして。じゃあ進めます。中には。どうしよう、そろそろダンスの練習した方がいいのかな。お、練習開始だ。よし、それじゃあ早速やってみっか。確か右に行ったり左に行ったり、右左右左右左。ああ、ただの反復横跳びだよなこれ。ダメだ、一人で踊ってても全然わかんねえ。しかもちょっとバカみたいだし。やっぱみんなに教えてもらおっと。セリ様以外なら平気なんだよね。ま、何はともあれステップを覚えないと話にならないよな。それでは先生方、よろしくお願いします。向上心があるというのは良いことだ。僕がみっちり鍛えてやるから安心しろ。まあこの中で一番技能が高いのはコンラートだがな。兄上、僕だってコンラートに負けてはおりません。技能、俺のは我流のようなものですから。正式なステップを覚えたいのならギュンターに教わった方が。性格ということでしたらグエンダルもなかなかですよ。なんだよなんだよ、みんな俺には教えたくないのか。珍しく他人を褒め合ってたね。いえ、そうではなく、セガ。え、なんか言った。グエンダル、まずあなたが少しお相手してください。うん、ではこっちに来い。はい、よろしくお願いします。左手で私の手を取り、右手は私の腰に。よいしょ。もっとしっかりだけ。うわ、一番グエンの口から聞きたくないセリフ。なんかすごく無理があるんですけど。そのまま拍子に合わせて足を。うわ、歩幅が合わない、歩幅が。まあこのような具合で。なるほど、よくわかったよ。だから僕が相手をすると言っている。僕の手を取れ、ユーリ。はいはい。スロー、スロー、クイック、クイック、スロー、スロー、クイック、クイック。うわ、すげえ踊りやすい。違うかな。って待て、ちょっと待て。
これは女性のパートじゃないかよ。何か不満があるのか。なんだそのキョトンとした顔は。不満だらけに決まってるだろ。でも女性のパートも練習しておいた方がいいと思いますよ。誰が相手になるか分かりませんからね。誰が相手になろうとも俺は絶対に男性パートしか踊らないぞ。でしたらグエンダルを相手にもう少しお上手に踊れるようになりませんと。そうなるのか。ガク。でもとりあえずステップだけでも覚えたいよ。ボルフラム、相手してくれる？僕は男性の足取りしか踏めないぞ。役に立たねえこのわがままプー。なんだと？わがままは関係ないだろ。騒ぐな。魔王陛下はきちんと練習する気があるのか。ああはい、やります、やりますってば。手を抜いてもうまく見えるコツを教えて差し上げますよ。いけます。陛下には正しく優雅に美しく踊っていただかなければ。何でもいいからとにかく間に合わせてよ。あんまり時間もないし、もう最低限形になっていればいいから。さようでございますね。致し方ありません。それでは皆協力してください。はい陛下、グエンの手を取って。わあ、やっぱり相手はグエンなんだ。目線を上げてください。姿勢がいいとそれだけで美しく見えますよ。上半身に力が入りすぎている。もう少し肩の力を抜け。陛下、軸足が大事ですよ。あんまり兄上と密着するな。兄上も少し気をつけてください。ああ、なんだか小獣との多い家に嫁に来た気分だよ。でも仕方ないか、頑張ろう。とほほ。お待たせいたしました。4年に一度の文化と力と技の祭典、天下一舞踏会の日がやってまいりました。なんか変じゃねえそのキャプション。ユーリ、そばにいろ。騒ぎに巻き込まれるぞ。はいはい。それにしてもすごい人だな。俺たちが周りを囲んでいますから、はぐれないように気をつけてくださいね。そっちこそ誰かに手を取られないように気をつけろよ。ほらユーリ、僕の手を握れ。ボルフラム、最初から握っているのは規則違反ですよ。ちっ。へえ。わあ、男らしい舌打ち。それではまずは組み合わせ大抽選会。照明消してください。うわ、何これ、何も見えない。慌てるな、そばにいるから落ち着け。音楽隊始め。ああ、回って回って。合図で一斉に近くの人の手を取ってください。その人が今夜のお相手ですよ。抽選じゃねえじゃん。準備はいいですか。3、2、1。はい。あ、ちょっと。コンラント、ボルフラム、グエンダル、ギュンター、ヨザック。皆さん、お相手は決まりましたか？今つないでいる手は離さないでくださいね。そのままお足元に気をつけて場内にお戻りください。金の出場札を見つけて決勝会場に戻るのはどの組か。さあ、楽しみになってまいりました。もちろん早々に諦めて料理と踊りを楽しむというのもありですよ。みんな頑張ってね。それでは行ってらっしゃい。誰？
俺の手を取ってるのは誰？あー、こういう感じになるんや。ええか。その声、コンラッド？はい、無事一緒になれてよかった。ほんまに思ってる？疑ってるよまだ。前のこと。よかった、あの騒ぎだったから知らない人の手を握っちゃったかと思ったよ。あんたがパートナーで嬉しいよ。真ん中に月あるな。俺もですよ、ユーリ。ほんまか。ところで、ここどこ？城内の廊下ですね。どうしますか？どうしますって？出場札を探し出して天下一舞踏会で優勝を目指すもよし、それともこのままパーティーが終わるまで二人だけで過ごしますか？ほほほほほ。どっちでもいい。え、でも若い貴族は躍起になっていますが、多くは高みの見物を決め込んでいますよ。そして恋人との一夜を過ごす者もいる。誰も俺たちが組になったことを知らない。二人で会場から消えたことも。え、なになに？俺の部屋に行きますか？それともあなたの部屋？コンラッドの部屋がいいかな。それって、まさかコンラッド？冗談だよね。冗談じゃないって言ったら？いや、その、なんだ、なんというか、その…どうしました？顔、赤いですよ。お前たち、何の相談をしている？あれ？わ、ボルフラム！この僕の目を盗んで、こっそり競技を抜けようとは、この浮気者が！この曲懐かしい。浮気してない、まだまだ。いや違う、言葉のあやだ。それよりお前は誰と組んでるの？確かに。はーい、陛下。ヨザック、これはまたドレスに映える素晴らしい上腕二頭筋で。どうもありがとう、陛下。それにしても焼けるわん、陛下と会長がそんな仲だったなんて。違う違う、誤解だよ。そうそう、ただの冗談だから。ボルフラムも本気に取るな。その笑顔、相変わらずうさんくさくて素敵よ、隊長。ユーリと組めなかったのは残念だが、こうなったら優勝だけでもいただくぞ。さあ、その出場札を渡してもらおうか。コンラートに負けるわけにはいかん。え？出場札って？ああ、これ持ってるの？コンラッド、出場札持ってるの？いつの間に？いえ、ここへ来る途中で倉庫の扉に挟んであるのを見つけたんですよ。まさか、ああも簡単に見つかるなんて。ああ、出場札を持ってるのに競技を抜けようなんて言ったの？だから冗談ですって。嘘だ！こいつは札が見つからなくて、みんなが右往左往するのを眺めて楽しもうとしていたんだ。誤解なんだけどな。まあいい、とりあえずこれは渡せないよ、ボルフラム。舞台に立つのは俺とユーリだ。そうはいくか。え、属する全ての粒子を。え、何？戦うの？札を見つけた人がそのまま決戦の舞台に上がれるんじゃないの？札を持って一番に上がった組ですよ。最初に見つけたのが誰かなんて関係ありません。ぶっちゃけ見つけた人を襲って奪うのもありです。もちろん流血沙汰は反則なので、あくまで優雅に紳士的にですけどね。
武人が有利とか武器の携帯義務とかってこのことか。メカ、ヨザックを頼みます。え、俺もバトルに参加。ごめんなさいね、陛下。陛下を優勝させてあげたいのは山々だけど、天下一武道会の優勝は庶民にとって今後の出世にも大いに関わってきますのでね。この辺やばい人やな。お覚悟。おお、すごい。うわ、なに、かなり本気。優雅にじゃなかったのかよ。モルギフ懐かしいな。出してくるのは卑怯じゃございませんこと。意地がなきゃいいってもんじゃないでしょうに。もう振りで泣いちゃう。ヨザック相手にそんなこと言ってられるか。やだ、ちょっと服の裾が邪魔。美しさを優先したのがあだになったかしらん。今だ、隙あり。大丈夫ですか、陛下。うん、そっちはなんとかね。このユーリめっちゃ強そう。急いで舞台へ上がってしまいましょう。うん、そうだね。他にも札を奪いに来る奴がいないとも限らないし、グズグズしないで会場に戻った方がいいな。行きましょう。うん。ちょっと待てよお前たち。待て。早々に戻ってきたのは黒髪の小柄な少年と茶色の髪の軍服の御人だ。黒髪、これはこれは皆様ご期待の方が舞台に上がりますぞ。拍手。さあ舞台に上がって仮面を取ってお顔を見せてください。おお、やはり皆様、今回の決戦出場者は我らが総国の魔王とウェラー卿コンラート閣下です。あ、どうもどうも。それでは優勝をかけて踊っていただきましょう。音楽。さあ陛下、お手をどうぞ。うん。なんか変な感じだな。うん、全然変じゃないよ。お上手ですよ。女性のパートも練習しておいてよかったですね。ああ、ちょっと複雑な気分だよ。もっと体を寄せて。そう、すっかり体を預ける感じで。俺のリードに任せてください。あなたはついてくるだけでいい。そう、素敵ですよユーリ。はい、そこまで。素晴らしい舞踏でした。それでは審査をお願いします。そうね、コンラートは美しいけど卒がなさすぎるし、ちょっとたどたどしいけど愛らしくて微笑ましい陛下の踊りの方が素敵かしら。決めたわ。優勝は陛下。陛下に決まりよ。決まりました。今年度の天下一舞踏会の優勝者は総国の魔王我らがユーリ陛下だ。やらせや。皆様盛大な拍手を。どうもありがとう。天下一舞踏会ユーリ陛下の優勝で無事幕を閉じました。これからは次のお楽しみ、ミス新魔国の発表だ。優勝したユーリ陛下にはミス新魔国の熱い口づけが贈られます。うわぁ、緊張するな。いいかユーリ、いくら母上とはいえ唇は許さないぞ。せいぜい頬にしておけ。お前は婚約者がいる身なのだから定説は守らなければならん。
余興の口づけくらいはいいと思うけどな。遊び人のお前と一緒にするな僕らは清く正しいのだはいはい、それではお越しいただきましょう。ミス・シンマ国の登場です。皆さん盛大な拍手でお迎えください。はい、ユーリ。え、サラ、なんでサラがここに。あれは何です。あれは私は聞いていませんよ。驚いた、小シバロンの王じゃないですか。なぜこんなところに。どうしたのサラ。もちろん天下一舞踏会の見物だよ。気品と技と力を競う血湧き肉踊る祭典だって聞いたからね。誰からだよ。お忍びで来たのに美貌は隠せないものだよね。今日の客の中で一番の美形だとかで、ミス・新魔国の大役を仰せつかってしまったよ。いや、参ったな。よその国の人じゃん。ミス・新魔国じゃないよあんまり気が進まないけど、有利に優勝記念の口づけをすればいいんだね。気が進まないなら無理にしなくても。いいんだよ、義務だもの。あなたもこれを楽しみに競技会を頑張ったんでしょ。ご褒美がないと割に合わないよね。いや違う、そうじゃないから。つーか、それご褒美なの。やめて、ユーリ。唇と唇を合わせればいいの。いや、サラ、ちょっと待て。お待ちなさい。母上ならまだ許しもするが、それ以外は何人たりとも許さん。ユーリに指一本触れるな。即刻ユーリから離れろ、このよそ者。そうですよ、陛下から離れてください。おや、一国の王に対して随分失礼な物言いじゃないか気分が悪いな。よ、頑張れ、ボルフラム閣下、ギュンター閣下。ヨザック、煽るのはよせ。さわしくない。このような下世話な騒ぎは天下一舞踏会にふさわしくない。気分が悪くなってきた。私は一足先に失礼する。ちょっとクエン、この場をまとめてくれないんですか。それはお前の方が得意だろう。任せ、私は退出させてもらう。俺にも荷が重すぎますよ、クエン。どうしても有利から離れぬつもりならこちらにも考えがあるぞ。炎に属する全ての粒子を。ちょっと待てよ、ボルフ。一応国際問題に。構いません、やっておしまい、ボルフラム。うわっ、ユンターまで何を。丸腰の相手をやったらどうなるか分かってるんだろうね。覚悟はあるんだろうね。やめて、サラもやめて。いりません、ミス新魔国の熱い口づけはいりませんから。やめて、国際問題やめて、外交のピンチ。俺の立場ありませんから仲良くしてとほほ。もう嫌、こんな生活。ああ、今年も素敵だったわ、天下一舞踏会。俺はなんだか疲れました。陛下の踊りも素敵だったし、ミス新魔国の唇を争って陛下と息子たちが争う図も素敵だった。争ってません、話が変わってますよ、テリ様。そうです、大体なぜ母上はあのような男にミス新魔国の座を明け渡したんです。アロン、でも本当にあの日の会場の中では一番お綺麗な方だったのよ。
まあそうでしょうけどね。あれくらいどうということはない。母上の方がずっと美しい。あら、ありがとう。嬉しいわ、ボルフ。まあ一番美しいのは有利だが。俺はもういいよ。それにしても他国の王が何の用で我が国へ。そうだな、何か裏があるかもしれん。そんな風にも見えませんでしたけど、本当にただ天下一舞踏会を見に来ただけなんじゃないですか。俺もそう思うんだけどな。でもそうだとしたら素晴らしいことね。わざわざお忍びでいらっしゃるなって。それだけあの催しが世界に注目されているということよ。これを利用しない手はないわ。どういうことですか、女王陛下。天下一舞踏会、立派な観光の目玉になると思わない？もっと大々的にやりましょうよ。各国から選手を呼んで、もっと本格的な競技会にするのよ。出場札の余興はなしで、純粋に舞踏の技能だけを競い合うの。優勝者には、そうね、口づけではなく金の硬貨を、準優勝には銀の硬貨、その次は銅の硬貨ですね。あら、なんでお分かりになるの、陛下。すごいわ。いやまあなんとなく。もっと大きな競技会場を作って、選手村とかも作った方がいいのかしら。あー、楽しいわ。きっと実現させたいわ。陛下はどう思い？ああ、よろしいんじゃないでしょうか。各国の親睦も深まるし。オリンピックといえば平和の象徴ですしね。コンラド、なぜお前がオリンピックを知っている。確か外国航路の船員だったな。違う。平和の祭典ということであれば、国を挙げて取り組むにふさわしい催しです。陛下のご意向も必ずや各国に広まりましょう。反対する理由はないな。まあ頑張れ。やっぱり俺の仕事なんだ。はいはい、わかりましたよ。頑張りますよ。みんなも協力してね。もちろんですわ、陛下。楽しい催しにしましょうね。はあ、なんか疲れた。とりあえず4年後また頑張ります。おお、面白かった。なんだ、それじゃあ結局渋谷が優勝したんじゃないか。まあ結果的に。ダンスは苦手とか言ってたくせにこれだもんな。嘘は良くないよ渋谷。嘘つきは泥棒の始まりだよ。嘘じゃねえって。っていうか高校生にもなってそんな格言持ち出すなよ。格言。大体俺が優勝したのはたまたまというか、パートナーのおかげというか。うん、とにかく黒けりゃ OK っていう向こうの美的感覚のおかげというか。ま、いいけどね。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。